遊ぼうって言うと遊ぼうって言う、分かって言うと。そのお母さんの衣装っていうのはどういう、それがね、取っとけばよかったのに焼けちゃったんですよ。内容的にはどういうことが書いてますか？内容的にはあの、はい、私を、はい、あの心豊かな子に育てたいから、はい、私の自分の母親ね、満ちておばちゃんに預けてくれっていうことが書いてあった。はいはいはい。それを思われた時には、なんかこう、その預けてくれというようなことがやっぱりショックだったっていうのもうね、それよりも、はい、まあ、私はまあ愛情がなくて、なんか当時の母親と今とまた違いますから、うんうん、なんか捨てられたような思いでしたね。と思われたんですね、うん、でも今こうやって大人の目線でその他の話も知っていると、全然その愛情がないというよりは本当に子供のためを思ってっていうふうにも読めますよね。そうだから今は分かったんですよ、うん、だからこれ母の蘇りなかったら私は、はい、あの両親恨んだまま死んでますね、うんうん、あの水さんはまあ詩を書いてって、その詩を書くことをまあ禁じられたようなことがあったらしいんですけども、 その後にどうしてもやっぱり創作というか言葉を書き溜めたいということで、草井さんの言葉をですね、難儀玉ですよね。これがもう私の唯一の宝です。だってここに書かれてるのは草井さんが喋った言葉だけしか書いてないですよ。だから私はこれは自分がおしゃべりだから持ってたの。はいはい。でそこに愛情が詰まってなんて夢にも思ってないから。その実際に書かれた南京玉を持ってらっしゃったんですか？そうなんですよ。ノートかなんかこれ、いや、このこんな小さい、あの3冊の手帳と同じ大きさの。あ、そうですか。それはあの ずっと持ってらっしゃったんですか？持ってたんですよ。それが不思議と、それがもうまたね、私にしたら奇跡なんですよね。これがね、はい、子供の国はトランプの王様と女王様、うん、兵隊さんないねって言ったんです。これ見て言った言葉がこれなんですよね。そうなんです。だからすごい、もう本当に奇跡でしょ。すごいです、はい、これがね、クマ、うん、さんのお家、絵本見てるの、うん、ブーちゃんのクマさん、これお父さんのクマさん、これがお母ちゃんのクマさん、これはよその子よって、うんちゃんと描写してますよ。そうね。あ、だからもう本当にね、85年ぶりに自分が昔得た、対面できて、対面できてね、それ見ながらもう語った言葉がここにあって、この両方があるっていうのはだから本当奇跡ですよ。本当にこれを書いてくれなかったら私は、はい、あの母に愛されたことも分からなかったし、だからこれを持ってたおかげで、はい、まあ、美鈴が蘇ったおかげでね、寂しい人生ですけど最後に美鈴の娘でよかったと思って死ねますからね。青いお空の底深く